トヨトーク。山口様、この前連絡してから全然返事が来ないんだけど、忙しいのかな。いや、電話してみよう。ああ、会議中に連絡されても電話に出られない。いいや、後で折り返そう。お客様から返事が来ない。連絡のタイミングが合わない。そんなすれ違いはトヨトークで解決。トヨトークを使うと、点検タイミングに合わせて対象のお客様が自動的に担当スタッフに通知され、ワンプッシュでお客様にメッセージが送信できます。また入庫予約前の設定したタイミングでお客様にリマインド通知が送信されます。お客様とトヨトークでつながるのはとっても簡単。 LINE の友達追加ですぐにお客様とのコミュニケーションが開始できます。スケジュール管理もお任せ。車検や点検時期が近づいた対象のお客様をトヨトークが教えてくれ、送信をサポート。車検や点検時期が近づくと、営業スタッフ宛てにメッセージ送信指示が通知されます。お客様に最適なタイミングでメッセージを送信。テキスト内容を考える手間はありません。お客様に伝えたい情報をまとめたテンプレートで簡潔に分かりやすく、営業スタッフは送信をタップするだけで OK。 また本部はコンソール上でお客様への車検、点検、各種誘致の送付タイミングが確認できます。定型メッセージの内容は作成や編集ができるので、スタッフの手間を軽減できます。トヨトークはお客様にも嬉しいアプリケーション。いつも使い慣れている LINE だからこそ、通知にも気づきやすく、いつでも読んでもらえる、返事がもらえる。個別に送受信ができるので、お客様から担当スタッフへの相談も簡単に受け取ることができます。新型車のカタログが欲しい、修理代の概算を教えて欲しい、レスポンスよくやり取りができることで、お客様との信頼関係の構築にもつながります。トヨトークを導入したカーディーラーの声、電話やメールでのフォローに比べて誘致の時間が減った、 LINE でコミュニケーションが取れ、お客様から気軽に相談してもらえる、テキストメッセージだけではなく写真も送れるので、いろいろな手続きがスムーズになった、お客様の声、困った時にすぐ相談できる、担当スタッフさんが身近に感じられて安心する、手軽に連絡できるのがいい、 LINE の操作に慣れているので使いやすい、これまで多くの時間がかかっていたお客様への連絡もトヨトークがあれば一件落着。電話やメール、DM よりはるかに効果的。あ、山口様から LINE だ。ちょっと相談があって週末にお店に行きたいんだけど、久保田さんいる？はい、出勤しております。ご来店お待ちしております。よし、じゃあ週末行きます。いつもありがとう。より強いつながりを。